中国北方航空6136便、包括墜落事件は2002年に中華人民共和国で発生した事件。実行者が自らにかけた生命保険によって債務を生産しようとし関係ない多くの乗員乗客を巻き添えにした航空事故及び自殺事件である。2002年5月7日、国内線として運航中の北京発大連域の 中国北方航空6136便が大連空港から東に約2 0トルの海上に墜落した。この事故で乗員9名と乗客103名の合わせて112名全員が犠牲になった。乗客には日本人3名も含まれていた。管制官に対し事故機のパイロットは火災発生を報告した後更新を経っており、火災のために操縦不能になり、 海面に叩きつけられていた。海中から回収された遺留品や遺体はいずれも火災による損傷が大きかった。事件の概要について2002年12月7日に中華人民共和国政府の事故調査委員会は乗客であった37歳男性が機体後部で放火したことが事故の原因と断定した。この男性は140万人民元という以上に 高額な航空障害保険に加入しており、事業に失敗して抱えた負債を生産するために保険金目当ての自殺であったとされた。犯人の男性は機内に飲料水と偽って可燃性の液体をペットボトルに入れて持ち込んで放火したとみられることから、事件以後に中華人民共和国国内の空港から離陸する航空機への乗客の機内持ち込みの飲料水に対して 開封して、可燃性の液体であるか否かを確認する、セキュリティチェックが行われるようになったが、現在は、PET ボトル、ガラス瓶などの種類を問わず、液状物質の機内持ち込みは禁止されている。空港内免税店での購入品だけは持ち込める。ありがとうございます。